鈴見老所は中華人民共和国の福建省アモイ市、市名区にある島。現地で話される敏南ンン語の発音に基づいてコロンス島とも呼ばれる。かつて万国共同疎開が置かれており、他国の影響も受けつつ、独自の建築文化を発達させたことが評価され、2017年に世界遺産リストに登録された。アモイは、 アヘン戦争後の1842年に結ばれた南京条約で開港した五行の一つであったが、島には領事館が置かれ、西洋人が多く住んでいた。現在も洋館や教会などが存在する。植民地時代、島に中国で唯一のピアノ博物館があったため、島はピアノの島と呼ばれていた。その歴史的背景から、島内の小中高では、 音楽の専門授業を行っている。また、アモイ市の事実上の鹿となっている、コロンス島の波という曲がある。現在は観光の島として、多くの観光客で賑わっている。島内には、旧日本領事館のほか、オランダ領事館、スペイン領事館、イギリス領事館などが現存している。バイク及び自動車の走行は禁止されていて、許可を得た。 観光営業用電気自動車のみ、走行可能となっている。鶴見郎所の景観2017年の第41回世界遺産委員会で登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。サイツインカボチャ、チャイナインディアリット2ユネスコ、S ワールドヘリテッチリスト等内にある、元日本領事館鈴見郎所船や。 ありがとうございます。